もお疲れ様です。それでは12月の最終週ですね。25から始まって29までになります。25から29日までですね。テクニカルほとんど当てになりませんので、1年のうちで最も当てにならない週が最終週でございます。そして材料もね、ほとんどありませんので、波風も立たないということになってきます。一言で言うと手も足も出ない週ですんで、ほとんどが休場しているという感覚でね、たまにチラチラ見に来て、ほとんどの場合は FX の基礎固めのために、やっぱり一からね、FX の基礎用語をやったりとか、テクニカルを確認したりとかする時間に当てていただければと思います。年末年始ですんで、いろいろとプライベートでも仕事でもやることがあると思いますけども、FX をね、完全に忘れてしまうと、これまたね、もったいないことになっちゃいますので、少しはね、FX のことをちょっとこう、日々少しずつ反省していくというかね、振り返っていく、そんな時間に当てていただきたいと思います。リアルタイムトレードにはほとんど役に立たない、そんな週が来たと思ってください。さあ、それではね、月曜日じゃないや、これ、月って書いてあるので、月足のことですね。月足を見ていきますけども、もうお分かりだと思いますけども、ドル円の行動の限界点っていうのが152円のあたりだということになりました。で、理論上は160円まで行くんですけども、当然、そんな160円パンパンまで行くことはありません。いろんな思惑があってですね、ここで反発を受けて、これはテクニカル的にっていうよりも、もう政策的にこれ以上はもう進まないってことになりますね。で、反発していったということになります。次回今度ね、また上昇していくことがあっても、この四角の枠に入ったらそこで止まりますね。もうこれ以上行くことはないというふうに思えばよろしいかと思います。ですんで、天井はここで決まったかなっていうのが月足で伺い知ることができる。そんな現実じゃないかなと思いますね。実際ね、160円とかね、170円とかって行くのはもうこれ、異常事態っていうかね、ドルなり円の供給量が大きく変わったっていうことになるでしょうね。大規模な金融緩和が起きていく。その上で日米の金融緩和の差が出てくるとあり得るのかなと思いますけども、ちょっと今の時点では考えられないかなと思います。ですんでね、今後も140円台、今142円の391で止まってますけども、ここら辺を軸に上下するというふうに思った方がいいんじゃないかなと思います。それでは週足の方を見ていきましょう。本当にあんまりね、これ見ても参考にはならないですからね、全体像を見ていくという形で捉えてもらえればと思います。はい、週足ですけども、大枠こういう風に見ていけばいいんじゃないですか。かなり大きなレンジになりますけどもね、152円から下が128円ぐらいですか。で、今、ちょうど、半分よりもちょっと上のところにいるかなってところです。ですんで、新年明けてのマーケットっていうのも、やっぱりこの辺りから決まっていくっていう風に思っていけばいいと思います。で、これ以上上に行くことはあんまりないかなと。やっぱアメリカのね、あれですよね、金利策も、もうこれ以上は利上げをせずに、インフレを抑制していく形に、来年からなるそうですからね。また、年明けに新しい情報が入ると思いますんで、それまで、あんまり動きがないと思っておきましょう。はい。じゃあ、デイリーですね。だんだんとこれが、デイトレードに近くなっていきますけども、大きな流れとしては、もう下落であることは一目瞭然というのはね、前からお話してます。ここで転換を迎えたわけですよね。それまではずっと、バイ一辺倒で取っていけるわけですけどね。瞬間的にはこうやってセルで入ることもありますけども、基本的にはずっと上昇トレンドで、ここを越えてさらに上に行ってますからね。結局は上昇トレンドということが言えます。これなんてのはもうね、押し目みたいな感じだったんですよ。全体的に見ると。で、こちらの方が下落に入ったということになりますんで、25日から始まる週も大枠ではセルで取っていけるってことになります。ただ、セルで取っていけるといってもね、4時間とか1時間というふうに時間を細かくすると、バイで取っていく瞬間も当然出てきます。常にギザギザしながら下に向かうって形ですからね。ギザギザしながら、下に向かってるわけですよ。だからずっと含み損を耐えれるんだったら、酔い腰のポジションでも、それが含み益に変わるってことはあるわけですよね。でも、酔い腰のポジションってのはやっぱりね、それだけでも精神力結構必要ですからね。もちろん資金力も必要になってきます。全体的にはこうやって、売りの方に向かってるでしょ。いわゆるトレンドですよね。傾向って意味なんですけども、全体的な傾向を捉えるのが大事になってきます。で、この1時間なんですけども、この移動平均線ね、上に行ったり下に行ったり、こう、一旦バッタンしてるわけですよね。だから、1時間軸で、あ、今日はバイに入れとけば大丈夫だよねっていうふうに測りにくくって、それこそね、1時間でトレードしようと思っても、15分足をちょこちょこ見ながら、細かく張り付きながらね、エントリーしたり、利確をしたりってことを繰り返さないと、利益を取るのが難しいよっていうふうな、そんな51週目だったと思います。まあ、ですんで、最後の2週間っていうのは、今までのテクニカルとは違ってね、本当にこう、忙しいってことになっちゃいます。で、動かないときはね、ビターっと動かないですしね。非常に扱いにくい最後の2週間ってことは、前々からお話している通りだったんですけども、どうだったですかね。そのように感じたんじゃないですか、先週は。今週はもっと、わけのわかんない1週間になりますからね、もうほぼ動かないと言ってもいいです。だから見に来てもね、ほんと退屈ですよ。毎年こんな感じなんですよ。まあ、ですんでね、こうやってトレードを毎週毎週、皆さんと一緒にやっていってますけども、大体この時期はこうだよねとかね、年末期はこうだよねっていうのが、もうだんだん見えてくるわけですよ。で、私ももうこうやって8回目の年末年始ですからね、そうなってくると、またこうだよねっていうふうな前提で12月に入ってるわけですよ。ということで、経験っていうのが、実は勝敗にものすごく関係してるってことも、ここでお分かりいただけるのかなと思います。でも実際にいちいち経験しないといけないようだと、もうね、稼ぐのが間に合わなくなっちゃうんで、経験者の法則を聞くっていうことで、知識がね、経験に勝るっていう、まあ、そんな使い方もできるわけですよ。まあ、そのためにこの FX オリガリがあるわけですけどね。じゃあ、今回はこんなとこですか。あんまりトレードしないでいいですからね、52週目は。更新は毎日しますけども、盛んにはしません。やってもしょうがないんでね。はい、特に新しいニュースも入んないと思いますし。はい、じゃあ今回は以上です。じゃあね、まだ今年もう一回まとめ動画っていうかね、1年のまとめ動画ぐらいやろうと思いますんで、その時までまとめ動画、お楽しみにされてください。それではお疲れ様です。